はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってみました。やっということですね。さあ、今回ですね、ザ・リアルということで、80s から見ていきたいと思います。ミュージックビデオですね。いやー、やっと、じっくりとね、見ることができる時間でございます。行ってみましょう、収録も。よろしくお願いします。ちなみに、前回の、乱気流の方ですね、は、リアクション動画は撮ってないんですけども、じっくりと聞かせていただいて、皆さんの歌にね、酔いしれていたというところでございますので。で、今回は、なんとこのダンスが、リエハタ先生が振り付けをされているなんていう話も聞いたりとか、前回のね、ママも素晴らしかったですからね。あのママのパフォーマンスがミュージックビデオで映像作品としてどうなってるのかというところで、今回はですね、5分近くあるというところもありますので、しっかりと時間をとってじっくりと見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツラーガッツ。バキって言ったよ。ハイスコール。もう何やらヤバそうな学校。私は一回消します。ミンギ君スタート。えい、イギュマの無人機だ。おお、えい、おお、なるほどね。リーダーと副リーダーみたいな。ウヨン君とサン君で。おー、ソンサ君。エレンギバル無神経だ。はい。なるほど。もう、ハト。わお。いがしましょう。誰が投げチュンドルがいる。かっこいい。クローズゼロじゃないですか、テキストが。お、リーダー的な、裏のリーダー的な、どういう。イエーイ。
NC シーン。なるほどね、落っことしてたのか。わー、すばらしい。なんか映画みたいなストーリー性もあって、最後のこのジョンホ君が持ってたこれは、これは玉ねぎ、リンゴですね。なるほど。ちょっと字幕付きでね、何と言ってるのか、歌をもう一回見ていきましょうか。いやー、ミンギ君スタート。転校生の役か、これは。カバン持ってるし、で、学校にはこんな猛者たちがいると。その部活、野球してる人たちもいれば書道してる人たちもいると。で、ここには不良グループもいるんだけど、不良グループの割にはなんかすごいモブっぽい人がいるんだけど。おー。で、各グループ、二人ずつなのかな？イリュマの無人機だ。かっこいい！これがまさにかっこよさだ。はい！で、転校生やってくる。もうあれに荒れた学校。勉強すっぞと。なんだよって言った瞬間にこの机がね、散らばるという。いぐにしろお前らの格好だ。ズボンを下げろ。サンくん、いや、バットが。ウヨンくんがそのサブリーダーで、サンくんがリーダーって感じですかね。で、ソンファくんがサブリーダーで、リーダーがリーダーって感じなんですかね。ジョンホくんとヨンホくん、ライダーたち。この人よね。この人だからネタ枠なんだろうね。唯一一人だけ、なんかちょっと場違いな感じがありますよね。一瞬だけど遊び心あって面白いです。エレンギバル無神経だ。はい、転校生にそのこれがかっこよさだぜっていうのを教えてやるよみたいな。ただバットを振り回すというね。すごい振りですよね。なんか 80s 仕様になってるダンスが全部。ヨサン君は何ですか？なんかあのパンを食べたことと鳩が群がる感じ、そしてバッてやった時にその鳩たちが飛んでく感じとかも含めてですけど、多分なんかこの学校の実は裏のボスみたいな感じなんでしょうね。で、その不良学校すぎてここはやばいんじゃないかという風になって、チュンデルがいる、ダンス始めるよって、それで集まってくる。拳をぶつける、イエーイ。で、みんなで殴り合うと、気候が変動してビームも出てきて、で、ここに教科書を持ってるわけですね。モスモモモモって読むのかな、ダメやる。どういうキャラなの、御曹司、学長の息子的な。てかもうなんかみんな、本当にいるみたいな感じになってますもんね。なんだ、なんなんだ。いや、
Welcome my class。いやもう完全にダンス学校っていうね、すごいみんな不良のように思えて、こういうのがまさにかっこよさなんですよと。これがかっこよさですよっていう、最後は品の良さで終わるっていう、このお辞儀をする、礼儀は正しいという、あれに荒れてるように見えて実は丸々みたいなところのこの見せ方も含めてセンス抜群だなっていうふうに思いましたし、めちゃくちゃ面白いと思います。現場からは以上でございます。多分ね、もう何回か見ると思います、これからね。はい、現場会場です。ありがとうございました。よいしょ、つい。